はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。闘技場です。第5回闘技場6日目なのかな。はい、昨日までの、成績、13勝2敗、13勝2敗という、昨日はそうだね、あの魔力暴走で負けちゃったんだよね。言い訳をするとするならば、はい。で、今日はどういった相手がいいのかな。ここ行ってみましょうか。ジュリアンって久しく戦ってないんで。あー、こういうとこも面白そうだね。 S 入ってないのに戦闘力結構高いよこれ。毒、眠らせ、休み。ちょっとここ行ってみましょうか。なんか面白そうだね。はい。レベルはそんな高くないのに、戦闘力自体は結構高いですよ。もしなんか秘策があるのか？追加で特技を覚えてるとかね。例えば。はい、対戦よろしくお願いします。毒、休み、眠りですよ。状態異常、オンパレード。で、休んでる間に、アンクルホーンが来ると。いう感じでしょうか。で、毒でやっていく感じか。はい、あ、ちょっと移動ちょっと 見てみましょうか。移動、お、結構動くわけじゃない、範囲が広いのか。うわ、これやばくない、これやばくない、え、いきなり当たっちゃうじゃん、これやばいね。ここは大したことないのに、いやいやいや、これちょっと、あー、ちょっと待って、待てよ、ちょっと回避したいな。で、この子がここまでもね、こう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 、これはどうだ、当たんないか。あ、まだ範囲に入る。広っ。大丈夫、大丈夫。大丈夫。この二人で、あと。いや、先煉獄長動けるでしょ。大丈夫でしょ。はい。危ないな、なかなか。で、動く順番、向こうがぬか床、ぬか床ライアンか、ぬか床ライアンで、ああ、屋台ゴーストか、屋台ゴースト来てライアンね、ライアンね。じゃあ固めましょうか。あ、ちょっと待って、待て、これ失敗した？あれ？あー、よかった、あ、よかった。いや、当たっちゃうかと思った。いや、でもライアン来たよな、ライアン。あー、やっぱりこっちだな。ライアンとか攻めよう。ライアンとかアンクルホーンを攻めた方がいいや、絶対。とりあえず下がって、はい。ここでいいでしょう。はい。ここに下がりましょうか。はい。で、ここはここでいいか。ここでいいね。この辺にしときましょうか。はい。
スプート。どこに出とこうか。スクート。5ターン目で、ちょっともう一回範囲を見ときましょうか。アンクルホーンが左にずれてくれることを願って、あー、ライアンそこまでしか動かないのか。届かないねこれ。届かないな。あー、ライアンそんだけか。うわ、間に合うかなこれ。ライアンそんだけか。屋台ゴーストにぶつけましょうか。これはここだね。ウォークライ。ここにしましょうか。おお、ナイスナイス。スクルト。ウォークライ。あー、やっぱそう出てくるか。そう出てくるか。さあどうしよう。じゃあどうしよう。あ、激減か。じゃあベギラマっすね。ここでベギラマ。この子はこっち。封じメタ。ここローリング。ベギラマ。どうしよう。ムカドッカ、ムカドッカ。ベギラマ、ベギラマしましょうか。ここは、ちょっと待ってよ。これを気をつけなきゃいけない。1個だけ出ましょう。オークライ、はい。プラス8、やるな。
耐えた耐えた耐えた、危ない危ない、灼熱、灼熱ですね、灼熱、風神、おナイス、どうしよう、デフォイミ、いやー落とされるかこれ、どっちなんだ、うちの不死鳥天部プラス1うちはプラス1、よし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 、誰も倒されることなく倒しきりました。よしよしよし、いいよ、ゴールド1、すごいな、みんな教科書持ってんだね、不死鳥天部 1ですよ。うわー、ここすごい、なんかマスターだけど戦闘力的にはそんな大したことないね。でトマホーがいるじゃん、この身代わりがいなきゃな、身代わりがいなきゃやってみたいんだけどな、でも行きましょう、行ってみたい、なんか、いやーいいなー、もう取ってる人いるんだな、やっぱマスター取ってる人は違うな、でランク6までしてるもんね、さすがだよな、いやー身代わりいて強いだろうな、はい、対戦よろしくお願いします。ここは負けてもいいと思っていくしかない、これからね、あ、竜を最初気をつけないと引っかかるな、引っかかるね、あ、引っかかるね、危ないね、ここで行きましょうかね、はい、お、最初バイキルトかかってんの、トマホーがやるじゃん、トマホーが来て竜王か、トマホーが、あ、でも身代わりがあるんだな、身代わりがある、それでなんとなくゴーストが眠らしてきそうな気がするね、あー、そうか、身代わりがあるな、これこれね、いい形なんですよね、うまい具合に3匹守れる感じの身代わりになる感じなんだよ、確かな、で前は初手で、初手っていうか2人で倒せたんだよね、煉獄長と誰かで倒せたからすぐ攻撃の連れたからいいんだけど、下がりましょう、はい、はい、こっちですね、はい、はい、ゴースト、ゴーストか、ちょっと待ってよ、ここここ大丈夫だね、はい、スクート1回目、今からちょっと準備しとこうか、もしかしたらゴーストを動かすかもしれない、あ、そこでカバウダ、あ、ちょっと待って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 、
そうか、トマホーが来て、竜王来て、トマホーが来て、キラーマシン来て、難しいなぁ。いやどっちにしろ身代わりされちゃうなぁ。でもすぐ飛んでいけるようにしとかないと、ウォークラー入れましょう。今移動距離どうなった？戻った。いやーこれ素早さが似たり寄ったりなのが向こうのいいとこですよね。うん、一人だけ浮き出るってことないもんな。で速攻倒しちゃわないとドラゴンバゲージね。待機1個出る、ちょっと徐々にちょっと詰めよう。こっち側で待機、待機、ここに出る。いやーでもやっぱ待ち構えた方がいいな。こっちから届かないもん。スクルト。じゃあ、ダイヤの位置ここじゃまずいよな。ここですね。あ、攻撃が戻っちゃった。失敗した。6ターン目。待機来ると、ウォークライ。ヒャダルコ弱点なんだよね。いやー硬い、これは結構硬い。削り切れるかこれ。あーダメか。
スクルト。オークライ。さあ向こうの出方見よう。この方がどうすんの？ボルケーノね。あ、しかもその範囲なんだ。ああやられたか。灼熱キャダルコ。キャダルコ。いやー厳しいな厳しいな。ベギラマ、ベギラマ行ったら落とされるな。ベホイミ、ベホイミ、下からベホイミ。ライヤー落とす。その範囲よ。おお危ない危ない危ない。どっちから行く、どっちから行く。灼熱ベホイミ入れたいな。ベホイミ、いやこんな感じになっちゃうのか。ここで入れましょうか。あダメか、あダメか。ライアン落とされたくないな、ライアン落とされたくないな。こっちがいいか、こっちがまだいけるか。さあ竜王どうする。おお耐えた耐えた、ナイスナイスよ。それはキャダルコ。え何が一番効くのこれ。灼熱っぽいな、変わんないか。キャダルコか。どうしようどうしようどうしよう。こっち側連れてベホイミ。ライアンこっち側行って鉄鋼弾ちょっとばらけよう。さあ誰狙う。あそこね、そうだね。よしよし、あそうか、10ターン来ちゃったか。いやさすがですよ、倒しきれなかった。トマホーガってあんな感じなんだ。ちょっと楽しみですね。私竜王も持ってないんで、あんな感じのブレス打ってくれるのは楽しみだな。よしじゃあ最終戦ここ行きましょう。とりあえずアームライオンからだね。アームライオンから攻めましょうか。はい、対戦よろしくお願いします。アームライオンの範囲を見ときましょう。あれそんな動かないね。そんなもんか。あーここが危ない、ここが危ない。はい、
はい、行きましょうか。どう倒していくかな。ライアンね。あれ？これちょっと待って、これが危ないんだっけ。ああ、出ちゃ危なかったか。よし、じゃあこの陣形ですかね。4ターン目。5ターン目。さあ、アームライオン来るぞ。大気。はい、ここエル吹雪。こっからベギラまでもいいか。いけるな。あ、いいね、いいね。あ、ベホイミとか粋なことを。ちょっと待てよ。じゃあここでよくない？よし。ちょっと待てよ。ゴッドライダーが落とす。
いやどうしよう、こっちの方から打てないか、キャダルコ。こっちの方から打てないか。いや煉獄町やられたくないな、煉獄町やられたくないな。でもやられちゃいそうだなこれ。ちょっと待てよ、デスピサルはそこか、そこか。ここでベギラマ入れとくか、おとなしく、ベギラマで落としましょう。ナイス。でも倒しきれない。どうだ。よし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 。いや覚えててよかったベギラマ。でライアンはどこも行けずか。ライアンどこも行けずか。この辺でちょっとやっていきましょうか。はい、誰を狙う。はいはいはい、いいよいいよ。ベギラマ、キャダルコ、キャダルコでいきましょう。じゃあ次動いちゃうからな、動いちゃうからダメだ、こっち行こう。はい、動かせない。ローリング、はい、ベギラマ覚えててよかった、ベギラマですよ。よーしよしよしよし、いい感じですよこれ。プラス1不死鳥天部。倒しきりましたね。はい、というわけで、6日目ですね、終わって16勝2敗です。2戦目がね、なかなかマスターとのマスターランクか、マスターランクの相手と戦えて落としきれなかったですけど、負けなかったんですね。でもポイントがね、全然もらえなかったね、100ももらえなかったんで、うちのランクも上がりきることはなかったですけどね。まあとりあえず連勝を重ねたのが良かったですね。いや、それにしてもトマホーが欲しくなりましたね、早くね。はい、というわけで、本日は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。